はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、久しぶりにね、扇形のね、面積の問題やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、これだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では早速やってみましょう。扇形のね、切ったり貼ったりという問題です。中心角90度の扇形の中に長方形 ABCD がぴったりと入っています。 AB イコール8センチ、 AC イコール10センチ、 CF イコール4センチの時、斜線部分の面積は四角平方センチメートルです、ね、さあこれね、扇形で、そして、これね、中心角90度です。でその中に ABCD すっぽりとこれね入るように長方形が入っていると。 ABCD 長方形です。これ90度です、全部ね。でこの時に AB8 センチ、 AC10 センチ、 CF が4センチであることが分かっている。で扇形のね、半径が分かんないんだね、これね。で長方形の面積も縦は8センチだけど横が分かんないということです。で、どういうふうに考えるかっていうと、AC が出てますから ね、対角線が出てますから、長方形っていうのはね、これ対角線等しいわけです。こうやって BD もねあるわけですよ。で対角線が1本が10センチだったら BD も10センチでしょ、ね、で長方形の対角線が10センチと同時に、これ扇形の 半径も10センチでしょ。こうなってるわけですから、 BD も10センチ、 BD が10センチってことは半径10センチってことですよ。そうすると BF も10センチだね。だ BF10 センチってことは CF4 センチなんだから、 BC6 センチですよね。BE も10センチですけど、ここは体勢に影響ない。そうするともうこれで立式できますよね。半径10センチ、中心角90度の扇形から縦8センチ、横6センチの長方形を引くわけです。音、半径 10×、半径 10×3.14× 扇形90度ですから、中心角ね、4分の1です。これが扇形の面積。引く長方形の面積、8×6。これで終わりです。10×10×3.14 ね、これね 25×3.14 です。引く86418、念のために45751570826058 78.5、扇形全体は 78.5-48 です。さあ 78.5 から48引くと 30.5 ですね、これね、 30.5 平方センチメートルということになる。長方形の対角線が分かったら、もう一方の対角線も同じなんだと。10と10で、この10センチというのは実は扇形の半径なんだと。だからここが10ということは BF も10、 EB も10で、外長方形の横も出るんだということね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。